まさかこんなものがな。幸運だな、確かに。え？この文書は藪大名が武器輸送に関わっていることを証明する。さらにもう二度と聞くことはないと思っていた名前があった。まだしてるか。ん？先生。おお、隼人殿、加わってくれると決めたか。なんというかな、上様は気前がいいんでね。これを見てくれ。この文書に琢磨殿についてのことが記されている。琢磨？待て、あの大阪城で助けてくれた社主のじいさん、大砲で死んだかと思っていた。どうやら生きているらしい。文書によれば藪大名の下で捕らえられている。鶴山にある古い寺院だ。今井町からは相当遠くないな。確かに。その寺院はもともとは違法武器の輸送で使われておったと疑っておる。琢磨って借りのある人だ。拙者はすぐに鶴山に向かおう。俺たちはどうすればいい？藪大名との対立はさらにありえそうになった。情報を集めてすぐさま行動を起こすべきだ。寺での助けは欲しくないのか？心配はいらぬ、隼人殿。拙者の昔からの付き合いのある方と向かう。ところで、ユキ殿がお主から指導を受けられるようにすると約束をしておる。待て、なんだって？二人で藪大名の御殿へ偵察に行ってもらう。卓上に指示は残しておいた。見つけられるものは全て見つけて、拙者の帰りを待たれよ。会うって言ってたのは誰かしら？まあすぐに分かるだろう。とにかく藪の御殿がどこにあるか確認しよう。はい、先生。私が先に着いてしまったか。もしかして連絡が届いていないのだろうか。ごきげんよう、無限様。おお、愛子殿。この人里離れた山の中、そなたのような美女にお目にかかれるとは、なんたる幸福か。あら、無限様ったら、そんなこと言うためにここまでいらしたのかしら。そうだとよかったのですが、拙者より先に来ていたようですな。何か気づいたことは？おしゃべりな見張りがいるわ。滝のそばに捕らえ人がいると。琢磨殿に違いない。いかがしましょうか。寺に仕える女たちがいるわ。服をいただいてなりすましましょう。そうすれば自由に動けて金を鳴らせるわ。紛れ込む。なんと美しい計画。拙者が見初めたそなたの魅力の一つだ。いいでしょう。琢磨殿のところに着いたら隠れて、誰か来る。失態を埋め合わせてくれるかの。御意、藪様、僧の仕事を増やしております。琢磨も同様です。ことはすぐ終わる。老人はすぐ不要になる。山から逃げ出さぬようにしておけ。仰せのままに、藪様。時間通り輸送を行え。これ以上の遅れは許さん。
ヤブ大名、近いうちにまた会うであろう。今は琢磨殿の解放が先だ。そうね、始めましょう。幕開けね。特別な粉よ。敵の視野に入らないように。任務のためだ。上様、向かっている。分かってるだろう。単なるヘアピンね。優雅な解決法ね。しっかり見張る。眼科しよう。違う経路に。移動中よ。簡単に隠れられるわ。計画実行中。疑惑は命をもってお守りせねばならない。終わらせてみせるわ。気づかれないままね。忍耐だ。もしできなければヤブ様がお前の首を。最も優雅な小道具ね。ショーの始まりね。かんざし。刀を休ませて。おとりは設置した。これには誰も抵抗できまい。少し休めるぞ。慎重に進もう。敵の視野に入らないように。優雅な解決法ね。特別な粉よ。潜入してきます。私がいない間、おとなしく待っていてくださるかしら。そなたの美しき後ろ姿に心とらわれ、動くこともままならぬでしょう。荷車、馬車、武器、なんて物騒な。ショーの始まりね。気づかれないままね。最も優雅な小道具ね。計画実行中。命を奪う必要はないわ。はっ。ゆっくり眠ってね。幕開けね。密かに。単なるヘアピンね。墓地ね。お寺の前の従者のだが、こういう場所って落ち着くわね。終わらせてみせるわ。簡単に隠れられるわ。見張りの数が僧や巡礼者より多い。ここに神の加護なんてないわね。優雅な着地ね。洗濯場ね。衣服の手に入る場所だわ。気づかれないままね。一滴のうち敵の視野に入らないように。昔こういうのも。着替えてしまえば見張りは私に気づかない。袴なんて久しぶりだわ。鐘を鳴らしに行かないと。僧が祈りに行ってしまえば無限様が来られる。ショーの始まりね。抜け穴ね。これは寺の別の場所へとつながるのかしら。面白そうね。終わらせてみせる。かかるのか。金だわ。
いつもと違う時間なの。道は開いたわ。入り口に戻って無限様が入るお手伝いをしましょう。移動中よ。幕開けね。計画実行中。優雅な解決法ね。単なる部屋か。優雅な死。ごめんね。物音を立てずに動こう。いいかしら。そこにいよう。どうしよう。すまぬ。もっと聞かせてよ。寺に入ったぞ。状況はいかがです、愛子殿。いろいろ隠されたものがあるわ。けかよ。過去にいろいろありそうね。記録がないか探してみましょう。無限様らしいこと。けれど、今は先にすべきことがあるわ。最後はあっけなかった。それで隠れていよう。上様のために。ああ、そういえば。なんだ。失敗はせぬ。もう一つ。そこにいよう。何でしょう。任務のためだ。ありがとうね。では失礼。終わらせてみせるわ。ショーの始まりね。この岩は役に立ちそうだ。警戒心の弱い敵に投げつけることもできましょう。興味深い戦略ですこと。ぜひとも詳しくお聞きしたいわ。一撃。あら、そうなの。なんだ、すばしんだ。向かっている。知らなかったわ。隠れている。上様のために。隼人殿にも劣らぬ腕前だ。仲間の忍びのこと、お知り合いになれるのが楽しみだわ。ひょっとしたら彼と互いの技を伝授し合えるやもしれるな。伊賀の忍び、信濃のくの一、いいやりとりができそうね。質問があるの。滝だ。拓磨殿が近くにいるはずだ。大阪城での勝利は彼なくして不可能だったとおっしゃってましたわね。その通りである。他の方に礼を言える機会が訪れるとは。助け出したら二人でお礼をしましょう。なんだ。もう一つ質問いいかしら。足りないな。一杯どうだ。それで友よ、これ刀を使うとします。上様のための刃だろうな。あら、そうなの。物音を立てずに動こう。
一杯どうだ、智代。もう一つ質問、いいかしら。あとで取り戻すとするか。そういえば。もっと聞かせてよ。大将。もう一つ。拙者が最も命を奪える技だ。ファン、ありがとう。気づかれないままで。慎重に進もう。失敗。いい酒だ。おとりは設置した。そこにいよう。計画実行中。単なるヘアピンね。これには誰も抵抗できまい。優雅な。敵の視野に入らない。死ぬにはちょうどいい。物音を立てずに動こう。向かっている。忍耐だ。侍がこの辺りを見張っている。侍ならこの変装も通用しないわね。距離を取るわ。予定よりかかるのか。はあ、いい質問じゃね。おとりだ。進軍。馬鹿にしているのか。一杯どうだ、友よ。風邪気。どうしてそう思うんじゃ。何人たりとも生かしておけん。忍耐こそ最強の武器である。ひそかに幕開けに。ファン、お主の助言に従うとしよう。移動中よ。おわ、簡単に隠れ。一滴。こうやってみたらな。ヤブ様は結果をお求めになられる。ああ、じゃろうな。移動中よ。バンザしよう。次の出荷はいつだ。拙者の役目は明確だ。上様のために。隠れていよう。刀を使うとしよう。名誉と共に死ねたのだ。よく来てくれたわい。そやつとの話は拉致があかんでの。拓磨殿、大城無限にございます。覚えておいででしょうか。忘れるわけもなかろう。若い忍びと共におったの。大阪の包囲戦の時にの。あなたを助けに参った。ヤブ大名がここであなたに武器を作らせていたのですね。わしの知識にさぞかし興味があったようでな。捕らえられた多くの僧は武器作りのいろはを教えねばならんかった。ヤブ大名にはこの報いを受けてもらおう。話は後にしましょうか。僧が参拝を終えて戻ってくるわ。入り口までは距離がある。そうじゃな。
お連れのべっぴんさんの言う通りじゃ。ここに来るまでに鶴の像を見とらんか。なぜそのようなことを。古い場所じゃからな。古い秘密もある。地図に像の場所の印をつけておこう。調べればひょっとしたら何かあるかもしれん。遅いの。タクマ殿、その足のことは残念です。まあそういった。おお、もうこの場所とは永遠におさらばじゃ。お聞きしてもよろしいでしょうか。自由の身となった今、どちらに向かわれるのですか。ヤブ大名の野望に肩入れするつもりなんぞこれっぽっちもなかった。一方でお主たちの手助けなら喜んでしようぞ。ご無理をさせるつもりはありませぬ。無限。心配せずとも適切な道具さえあれば、わしのような老いぼれでも戦場で十分役に立てるわい。たくま様は多彩なお方ですのね。多彩すぎて厄介事ばかり抱え込んでしまうほどじゃ。それではひとまず陣営に戻り、ヤブ大名討伐について作戦を練りましょうぞ。